皆さんこんにちは。ということで今回は第4弾ラスクラ飲みトークしていきたいと思います。はい、そしてですね、今回は、ラストクラウディアの最も大事な部分と言っても過言ではないところをですね、担当しているお二人をご紹介したいと思います。シナリオとかフレーバー的ソマリを担当している笹子です。よろしくお願いします。主に、ユニットの中身ですね、設計とかを担当しているおにぎりくんと申します。よろしくお願いします。そしてモモンディにも来ていただいております。お願いします。モモンディです。はい、今回はですね、すでにお酒もいただいておりますけれども、4人でトークしていきたいなと思っております。改めてどんな部分をこうやられてるのかちょっと教えていただいてもいいですか。いろいろやってはいるんですけど、まずはこのユニットを新しく作りますっていう話が来て、そこに対して、個性どうしようとか専用スキルどうしようみたいなのをまず考えて、考えた後に別の人が実際のデータを作ってくれて、でそれを実際に自分らは入れ込んで、攻撃力とかどれぐらい火力出すとか、そういった設計をしつつ、調整し、プロジェクトのメンバーとかに試運という形で一回触ってくださいっていう風なことをやります。でそれで実際いろいろまた意見をもらって、最終的にまた調整してリリースまでいくといった流れの、すごい緊張感が伝わってくる。いいですね。すごい硬さが硬さがありますね。ユーザーさんが一番気にされるユニットの中身を作っている人と言っても過言ではないというところで、もしかしたらね、褒められるかもしれないですけど、めちゃくちゃ叩かれる可能性がある。放送タイミングの時のユニット次第。やばいですよ。放送タイミングでちょっと荒れてたら、もしかしたら おりぐりーって叩かれるから。そしてササポン、お久しぶりですけれども、お待たせしております。改めてにはなりますけれども、どんな業務をねしてるのかっていうのをちょっと、初めましての方ももしかしているかもしれませんので、そうですね、シナリオチームっていうのがラスクラの方にありまして、その中でメインシナリオとかサブクエストとかイベントシナリオとかあるんですけども、メインは中心やっぱり総監督の方がしっかりとやっているんですけども、それ以外の部分の、イベントのシナリオでしたりとか、あとは図鑑のテキストですね、そこら辺の、書いてもらってのをチェックしたりとか、方向を決めたりすることをやってますね。でもお二人ともチームはねいらっしゃいますもんね、お互いに。どれくらいいらっしゃるんですか。そうですね、なんだかんだいろいろ合わせ10人ぐらいはチームにいる感じですね。うちは8人ぐらいかな。スクリプトといってちょっと伝わりづらいですけども、アドベンチャーシーンを組むのが大変で、ストーリーの部分ですよね。あれはちょっとね、本当にぜひ作ってるとこ見てもらいたいぐらい大変なことになってそうですね。カメラワークから ね歩く歩数から BGM 流れるタイミングから全部調整してるんで、他のよく、ある会社さんのアドベンチャーシーンとまたちょっと違った作りしてるん です、ね、ある種の職人芸的なところありますからね。ちなみにそれで言うと、モーモンさんは、ディレクターじゃないですか、どういう立ち位置になるんですか。そうですね、このユニットここら辺が最もこうユーザーさんに好きになるよねみたいなところをフィードバックして、で調整してもらって、最後リリースに至るみたいな感じにはなってますね。でもディレクターはね大変ですよね。僕はやってたんで。そうですよね。僕が出た頃は自分で自分の作るシナリオのディレクションすればよかったんだけども、ももがなったんで、どういうの作ってほしいっていうのが逆に出すようになったんで、大変なんだろうなと思いながら。いや、でもすごい信頼してるんで、もう出てきたのはすごいいいですね、オールオッケーみたいな感じになりますね。ちなみにどれくらいなのかなと思って、 ID 数歴で言うと、僕はもう一番、長いですからね。最初からずっといるんで、もう設立と同じぐらいですね。自分はちょうど今2年経ったんで、3年目になったかなぐらい。ちなみに前職というか、完全に全員初めましてっていう感じなんですか。一人だけ知ってる人はいるんですけど。そうなんですね。それ以外は全員初めまして。初めまして。完全に。どうですか、チームの最初の印象みたいな。自分が入ったチームは結構真面目だなっていう感じです。しっかりやってるなっていう。一番こだわりが強いメンバーが多いから。こだわりは結構みんな強いです。すごいよね。ちなみにモモンさんは ID 数歴でいうとどれぐらいですか。僕は2年半くらい。でも、元からこうササポンとかと付き合いはあるみたいな。そうですね、転職とかでも、よくしていただいて。どれぐらいなんですか。10年くらい。そんな前ぐらいから。すごい、10年ってことは20代だもんね。あ、もう全然そうですか。そういえば総監督とはどれぐらいなんですか。多分一番長いのが僕で、28ぐらいからだから19年とか。わあ、すごい。約
20年ぐらい、うん、実際にこうユーザーさんに届くまでの流れっていうのはどういう流れでいくのかなっていうのがちょっと疑問で、こうユーザーさん的にはメインストーリーが気になるんじゃないかなと思ってますけど、うん、いいですね。やっぱりメインは、まあ、総監督もしくはあの現場メンバーでプロットと呼ばれる、そのこういう構成にしよう、ダンジョンをどこに入れようとか、うん、外陸どこにしようって話をまあ作った上で、まあ、そこに対してそこでじゃあどういう展開がするかっていうのを書いた後、ライターさんだったりとか、まあ、総監督本人とか僕とかが書いていって、書いたものをあのまあチェックとか当然して終わった後に、それをスクリプトと呼ばれるゲームを作るツールですね、ツールの方で入れ込んでいって演出を作って、その演出を入れるタイミングでやっぱり演出入れるとシナリオを変えたくなるんですよ。なるほど。例えば BGM とかを流してみると、この曲ここで盛り上がるなってところでいいセリフ持ってきたいときに、ちょっとセリフ足りないなだったりとか、ありますね、はい、ちょっと長すぎるな、そう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 、逆にやっぱ組んでみないと結構分かんないところがあって、うん、まあ逆のパターンもあって、もう長セリフでセリフで組むとかっこいい組み合わせなんだけど動きがないんでずっと一緒になっちゃうから、うん、これ削ろうとか、うん、そういうのも調整した上で作ったものを、まあ、出すって形になりますね。メインシナリオの方に関しては。ちなみにやり直しみたいあるんですか？あるところじゃないね常にですよね、常に必ずある。じゃあ逆にすんなりいいねみたいなことは結構少ないというか。それもあるんですけど、一番嫌なのが、まあ、多分デザイナーさんとかもそうだと思うんですけど、うん、まあいいかって言われた時の反応が一番悔しくて、なるほど。いいんだけどそれじゃ納得いってないんだろうなきっとというところは、僕らも悔しいんでやっちゃうっていう形はありますね。ちなみにさっき、まあ、デザイナーさんお二人に聞いてって、うん、デザインをね描くキャラクターの描くときにあんまり情報がないっていうお話があったんですよ、うんうんうん、それはあのキャラクターのイラストの方が先ってことですよね。場合があって、うんうん、もうコンセプトがしっかりしてある場合は、まあ、先にお伝えするんですけども、うん、逆にそのイラストにある程度自由を与えた方がいい絵上げてくるとかあるんですよ。なるほど。その予想もしなかったパーツとかなってると、はいはいはい、これならじゃあこうシナリオ変えようかみたいなのもあったりするんで、そこはあのやり合いで面白いなと思って。どっちもすごいですよね。私イラストからも想像するのもすごいなって思いますし、うんうん、なんか逆にこうイラストレーターさんとかが何もないじゃないですけど、うん、大体のすっごいふわっとしたところからラフ描くのもすごいなと思って、うんうん、やっぱり引き出しが多いので、うん、あの彼ら彼女らもうすごい自分の中でかっこいいとかいいものをいっぱい持ってるので、そこから多分引っ張り出してきてるんだと思うの でそれ見て僕らもこの絵だったらこれ合うかなっていう、もう山ほどストーリーが頭の中いろいろとあるんで、それを当てはめていくっていうような感じのことをやって、モモンと糸を持っていって、そうですね、そうこうなって、うん、キャラクターの先にイラストがあって、うん、そのどういうストーリーがあっての、うん、あ一番最後ってことですか？途中ですかね、ほぼ最初に近い、まあ、最初に近いですかね。ほぼない時もあるもんね。まあそうですね、こう見た目だけ上がっててどういう人か分かんないっていうのは結構ありますね。そう例えばじゃあ剣にしようとか近接型にしようとか、うん、攻撃力特化にしようみたいなのは考えるってことですよね。そうですね、まあ、その前後の、まあ、リリースされるバランスを考えつつと、うんうんうん、新しいユニットの、まあ、前は誰どういうのが出るんだとか、その辺もいろいろ踏まえて、うん、どういうのでいこうかみたいなところを考えてやってるっていう感じですね。このキャラはどこに特化させようかみたいな、ね、まあ、いつもすごいこだわってくださってますもんね。まあ、ただね、いろんなユーザーさんからのご意見も、厳しいご意見もいろ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 、もしかしたら今日のね姿が自負になるかもしれませんね。こうやって自負になるかもしれない。ありがたい。ありがたい。大きな流れはモモンとね、総監督の方、ディレクターと総監督で考えた上で、うん、属性グラムではほぼ決まってる感じですか？そうですね。うん、あ、そうなんですね。大体決まっているし、あと武器種とかも結構まあ決まってるっちゃ決まってて、うん、そこも一応ヒアリングがね来るんでね。ちなみにそのキャラクターってやっぱり月に大体 2,3,4 とか出る時があるじゃないですか。 そうですね。はいはい。その振りはモモンさんがやってるんですか？基本的には大体この月にここではこのキャラクターを出します、ここのキャラクターを出しますっていうのをチームの人にお願いして、意外と結構好きなようにやってもらってるっていうのはあります。まあ、結構先の方までもう出てるので、まあそうですよね。でこれは誰がやる誰がやるっていうのはまあチームの中で。そうですね。ちなみに聞いてなかったですけど、どんなキャラを実際に作られたのかっていうのそう、それ大事、ね、どんなキャラって一番大事ですよ。そうだった。コラボ系は基本自分がやってますね。おーと、はい、その普通のやつの半分ぐらいが自分がやってる感じです。最近だと何やりました？
最近は、まあ、某コラボのこれが放送される頃にはだいぶちょっと、まあ、セクシー姉さんたちセクシー姉さん系の方たちをやらせていただきました、ね、ラスクラキャラは、ラスクラキャラはグラフルとかは、はい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 、え、ちなみにですけど好きなユニットとかっていらっしゃるんですか？一番好きなのは一番最初のアリスが一番好きで、お、人型相当兵器、自分が始めちょうどラスクラ始めた時にちょうどピックアップで出てて、でリリースされてた時で使って、すげえ使いやすくて強いかったもんね。まあそうですよね、攻撃数も多いですし、ね、それがやっぱ一番使って楽しいなと思ったんで、そこがやっぱ一番記憶には残ってますね。すごいプレイしてる、あっという間に上位陣に追いつくレベルでやってたもんね。ちなみにその上院される前にリリースされてたってことですよね、はい、それはやっぱこう調べてからやって、はい、面接とかには臨むわけですか？まあそうですね、そんな感じですね、まあ、うちの会社がどういうのをメインで作ってるっていうのを知って、あ、これやってるんだって、これで、まあ、ちょっとやりつつ、いやでも絶対大変だろうなと思って、いや結構大変でした最初本当。いやそうですよね、ラスクラスキルとかがすごく多いそれを全部把握する、マークもそうですし、うん、で実際やっぱみんなとのやっぱ知識の差がかなり最初でかくて、なんかスキル考える時とかもその辺でいろいろまあああだこうだこうあったりもしましたけどね、そういうのがあって最初本当苦労しましたね。いやでも私もあのプラウドフォースめっちゃいいですよって言ったら半年遅えよって言われましたちなみにそのこだわってる部分とか気をつけてる部分みたいなのはあるんですか？気をつけてる部分はやっぱり結構その組み合わせが多いので、これとこれを組み合わせちゃうとちょっとやばいことになっちゃうみたいな。確かに途端に出ますよね。そういうのがあるんで、これみたいな無敵じゃんみたいな、そうそうそう、その辺はしっかりこれ大丈夫かなっていうところはしっかり考えて壊れないようにっていうところだけはもう常に意識をして、まあ、そのキャラだけじゃなくて組み合わせのパーティーメンバーとかで変わってくるってことですね。そうですね、パーティーもあるしアークもあるし、うん、ちなみにアークはどうなんですか、担当されてるんですか？いやアーク自体は、まあ、同じチームの人間が担当してるんですけど、自分はアーク自体は担当はしてない。あ、そうなんですね、じゃあユニットメインですね。なるほどなるほど、サザポン的にはこう気をつけてるとかこだわってるみたいなありますか？やっぱり図鑑の部分は結構こだわってる部分があって、うん、書きすぎないようにというか、結構まあ今回はだいぶ文字量多いんですけど、それでも想像やっぱり皆さんができる部分というか、まあ、残しておきたいなと思っていて、全部書いちゃうこともできるんですけども、設定もあるんで、そうするとなんかそれはそれで読んで終わっちゃうなっていうところがあって、ああかもこうかもってやっぱゲームしてない時間が一番楽しかったりするっていう記憶が僕らもあるんで、そういうのをちょっと残しておきたいなっていう形は意識してますね。いいですよね、なんか想像できる部分がやっぱ残ってると、ゲームしててあの時の話を書くことが楽しかったんで、そういうのはなんか仲間内でできるといいなっていうような図鑑の作りにはしています。言い方あれかもしれないですけど、匂わせうまいですよねそうそう、なんか私でも気づかないその図鑑のかなり前にリリースしたところからちらっと出てくる一編みたいなのをすごいユーザーさんがね、あの SNS とかで見つけてくださってる時、はい、 あ、 そうね、あるじゃないですか、すごい、それ本当って思うんですよ、あのサザポン的に狙ってるみたいな有名じゃないのみたいなまあでもそこまでね、やっぱこだわってその先を読んでちょっと隠しつつも入れてみたいな、技がうまいなと思ってます。あの SNS に出た瞬間に一緒にやってるライターの別の方が、うん、もうドヤ顔で出ましたって SNS チャット、はいはい、社内のチャットツールにたまに見てます、書き込んで、あ、よかったやっぱ嬉しい、そうですね、うん、そう見てもらって読んでもらえてるんだっていう、やっぱり文章とかね、あのストーリーって、まあ、うちの売りではあるけども、飛ばした人もやっぱそれはそれで遊び方なんで全然いいんですけども、はい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 、まあ、見てもらえてやっぱ嬉しいなというのも反応は、うんうん、あの見ておりますので、ぜひ反応ください。いや嬉しいですねちなみにですけど、まあ、だいぶね前から相関図が欲しいと言われてますけどそれについてはどうなんですか？相関図を社内でも作ったことがあるんですけども、うん、ユーザーさんが作ってくださった相関図、あ、はいはい、ありましたね、作ってくださってましたねあれ社内ですっごい話題になりましたよね、はいはい、あれの出来が良くて、うん、ちょっと諦めました、社内あちらが良すぎて、いやこれでいいじゃんみたいな、そう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 、なんか社内のやつこうすんごいいろんなところに千手観音みたいになってますよね、そう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 、しかもあのまだ出てない設定も書かれちゃってるんで、どこまでを伝えていいかがすごい危ない時があるんで、はいはい、メイン側とまたね英霊側とがまた、うん、そうですね、英霊側もまた時代がバラバラなんで、ね、確かにあの時代結構難しいですよね、もう大変です本当に、もう
そこにそこが出ないように気をつけてます、うんうん、あれこいつここ生きてないよなってそうそうたまにありますよね、なんかあれみたいな。そうそうでやっぱそこはちゃんとリリース前に気づいて、うんうん、まあ、みんなでちゃんとチェックしますからね。それで言うとこう今までで、まあ、いいことでもいいですし、うん、やばいみたいなこともどっちでもいいんですけどあるのかなと思って、うん、僕はもうリリースの時ですね、うん、やっぱり出る瞬間の怖さというか、もうやっぱりオリジナル IP ってなかなかないんで、うん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 、もう好きなものを作ってこれが本当に受け入れてもらえるのかっていうところがやっぱりあの時の反応はやっぱ嬉しかったですよね、うん、みんな喜んでいただけるっていうところ。そうですね、プレイしてもね、プレイしてもまだ何かあるんじゃないかって心配になって。いや、そうですね、実際いっぱいあったし、まあ、ありますしねやっぱり社内でやってる人数とどんと違くなるじゃないですか、うん、部下とかもね違ってくると思いますし、 そこはまさにモモンなんかがね、あの、うん、強いボス作ってもね、うん、すごい頑張って作ってこれはそうそうされたことも瞬殺される、うん、秒で終わるみたいな、うん、あなるほど、なるほど、高難易度とかもねどんどん足していってますから ね、うん、基本ユーザーさんがやっぱ上を行きますよね、うん、僕らが想像してる、そう、うん、おにぎり君的にはありますか？印象に残ってるところは、まあ、悪いことなんですけど、うん、まあ、自分が最初に設計した、まあ、某ユニットが、うん、アリーナで大暴れしてるっていう。これはコメント欄がありますよ。まあ一応想定はしてたんですけど、ここまでかっていうのはあって正直うってなりました。人権だったよ、ね、そうですね。そのキャラ名は言えない、言えない。そうですね、言えないんですけど、まあ、そこはいいんじゃないですか、うん、さっきの謎を見せようと、みんなに想像してもらうんで、ね、うん、まあ多分大体の方分かられるんですけどはちょっともうドキドキしてました、毎日。まあ、でもあれはでもある意味尖ってたから、まあそうですね、楽しんでもらえた一因でもあるかなと思って、まあ その時の環境をちょっと変えたかった的なところがあったんで、うん、やったんですけどちょっとやりすぎちょっとあとにやっぱね、いろんな副要素がありますからね、うん、スキルとかアーツとか、うん、パーティーメンバーとかね、うん、さっきもありましたけど、うん、確かに。ちなみにももさんは思い出に残っていることみたいなありますか？常にメンテナンスのリリースの時はドキドキします。やっぱりちゃんと安全にリリースできるかなとか、これみんなちゃんと届いてるかな、ユーザーさんにみたいな、うん、そこのドキドキはやっぱり大きいですよね。やっぱ不安だよね、なんか。そうですね、自分たちでは自信持って面白いと思ったらしててるけども、うん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 、やりきれなかった部分も残ってたりするんで、うん、そうですね。あとは純粋にサーバー怖いよねまあそこはかなりこう長いこと運営しているんで、今はね、そう、安定感ありますけど、まあ、一番最初はね怖かったですよね、うんうん、まあね、今回もこんな感じでお届けしましたけれども、まあ、ちょっとね、うん、お酒も入りつついろいろね聞けたんじゃないかなと思いますけれども、はい、お二人にぜひ最後に一言ユーザーさんにね向けて、なんかこうコメントいただけたらなと思うんですけど、どうですか？もうたくさんの方が遊んでいただいているのですごく感謝しておりますっていうことと、今後も末永く遊んでいただけたらなと、あといろいろ意見を SNS とか、うんうん、まあ、某掲示板とかでいろいろ書いていただけると、はい、まあ、常に見てますんで、いい意見も悪い意見も書いていただけると非常にありがたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。じゃあササポンお願いします。はい、おそらくこの放送時にはもう出てるのかな、はい、メルザーの演奏は、はい、出てますね、はい、あの久しぶりに僕本人も書いたり部分があったりとか、かなりこだわって良くなってるなと自信はありますので、うんうん、ぜひぜひ、もうリリースから3年もう4年近くになってやっと出てきた演奏なので、うんうんうん、ぜひあの楽しんでいただければと思いますので、よろしくお願いします。今後もどんどん作っていきます。そうですよね、リリース当時からいましたもんね。そうそうそう、最初の演奏メルザだからね、うんうんうん、白から黒で。そうですよね、まあ、今回のメルザはどういう感じになるのか、私が設計しておりますので、おおもしあれならの YouTube のコメント欄がオリエリーとなりますから、ね、弱いぞ、はい、ということでですね、今回はこの辺でお別れしたいと思います、うん、ぜひね、この動画が良かったら高評価、そしてチャンネル登録していただけたら嬉しいです。またね、コメントもしていただけたら5段、6段とやっていきたいと思いますので結構長いことやろう、次誰だ、誰誰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 誰